あの人生の濃さを本当に味わえるところ、そういうことじゃねえだろう感の空気をすごい感じてしまってムズムズした感じっていうのはすごくこう共感できる部分がありまして、というとっていうところがやっぱ難しい作品なんですけれども、もし一言でね言うなら、まあ、はい、どうもありがとう。ブルーロックの最大の魅力はズバリ何だと思いますか？またそれぞれの推しキャラを教えてください。そうですね、先ほどお話しさせていただいたのと少し重複しちゃうんですけど、本当に一人一人のキャラクターの人生を尊重する形で描かれているので、さっき小野さんがおっしゃってた通り、いわゆる本編というかね、本筋で一コマだけ使われてたものとかの裏側にこんな出来事があったんだなっていうのがすごくすごくすごく丁寧に人生を描かれた、そのヒューマンドラマ、架空の作品であるんでこの言い方確実に間違ってるんですけど、ドキュメンタリースですらあるような、人生の濃さを本当に味わえるところ、それでいてファンタジックな必殺シュートみたいなのが出てくるんだけど、それもしっかりなんかロジックにのっとられているから、本当に彼らが生きている、本当に彼らが生息しているっていうところをこう肌で感じられる、そういう二次元作品ってやっぱりすごくすごく尊いものだと思うので、そういったものがブルーロックの魅力かなと思っております。推しキャラ、これ難しいんですよね。いっぱいいますよね。まあ、今回さすがにではエピソードナギでナギとレオのところに焦点当たっているので、じゃあ自分は自分からあえてそこ外して、小野さんの国が見せたいし、いいんですか、自分を外して。いやでも難しいです、今バチラとエゴですごい悩んでますいや難しいな、みんなで魅力的ですけど、なんかバチラがやっぱりすごくこう母性本能くすぐるんで、すごくすごく大好きだったりはするんですけど、なんか最近はエゴさんのちょっとこうなんていうんですかね、なんかこうぶっきらぼうに見えてすごいロジカルだし、厳しそうに見えて彼らのこと一番思ってるのはあの人なんじゃないかとか、まあ、行動して実際にそれをこう成し遂げる理念と行動力の強さ、エゴさんに一票じゃあ入れさせていただこうかなと思います。わかりました。ダメかな、バチラにしましょう。どうぞ。エゴさんも、もうなんかアメとムチみたいなね。そういうことじゃねえだろう感の空気をすごい感じてしまってます。いやいやいや。で、このポスターにもいないキャラが出てきましたけど。バチラでじゃあ、はい、バチラにお願いします。いっぱいいますよね。わかりました。どうもありがとうございます。こう私がその学生だった頃のサッカーのアニメだったり漫画だったりたくさん好きな作品はあるんですけれども、本当ブルーロックに関しては本当に本当にさっきも言ってるように、大人の方もサッカーという形以外の部分でその彼らキャラクターそれぞれのそのセリフのやり取りというか、まあ、言葉のやり取りで、こう揉めたり仲良くなったり、時にそこに裏切りがあったりというのが本当にその学生問わず本当に人間関係でこう出てくるような関係性がそのサッカーという形で表現されていたりとか、なんかそういったところがですね、本当に共感できる部分がたくさんある部分が、やはり今回のこのブルーロックという作品の目玉になる部分でもあるんじゃないのかな。もちろんさっきも言ったように必殺技だったりとか、その試合中のテクニカルな部分でそのどうやったらここを抜け出せるのかとか、そういったゲームらしさの楽しみもありますし、でもそこに最終的にそのついてくるその人その人の感情エゴだったりとか部分のその人の情の部分ですよね、そういったものがその玉に込められてたりとか、愛対する敵に対して思う気持ちだったりとか、仲間に対して思う気持ちだったりとか、まあそういったものの人間の部分がすごく人間らしさがあるというか、まあそういった部分がすごく見てて楽しいなと思う部分です。あと私が推しキャラというと、そうですね、私は面倒くさがりなナギは非常におこがましいんですけど、私もとても面倒くさがりなので非常にこう彼のそのなんだろう、まだこう心の中にこうそのサッカーに対する灯火がつかないような、つくようなちょっとこうムズムズした感じっていうのはすごくこう共感できる部分がありまして、まあ、もちろんその部分も好きなんですけども、やはり私は潔がやはり潔が好きですね。もうまっすぐに後悔をするし、まっすぐに人を好きになるし、まっすぐにライバル心を
ちゃんと自分にターゲットを決めるし、うん、でそこで悩んで悩み続けて、あの一言こう漏れた言葉が相手にチャンスを与えたりとか、うん、なんかこうなんだろう、フェアにしていく戦い方っていうのがすごく潔の良さかなと思ったりしています。でもその国神もですけども、今後 の、 あの展開とかも、あの今私もこうあの本の方でも読んで追いかけていますので、なんかそこら辺の部分、彼がどうなっていくのかなっていう不安な部分もありながらも、はい、なんかそういったいろんなあの目線で、さっきスカイがおっしゃったように、主役限らずいろんな目線で楽しめる作品だと思いますので、うん、そういった部分でも楽しんでます。はい、はい、ありがとうございます。では小野さんお願いします。はい、一言で言うとっていうところがやっぱ難しい作品なんですけれども もし一言でね言うなら、まあ、いわばエゴとエゴのシソゲーム、シソゲームピッチャーとなんかの歌詞みたいにミスター聞こえちゃうので、ミスターがかっこいいです。でもここはあえて僕なりにこの作品を読み解いた時に感じたのは、生きるっていうことだなって思いました。っていうのがエゴ、もちろんテーマになってるし分かりやすいものなんですけど、エゴっていうことはつまり一番自分が何をしたいかっていうのを対話でやって、それって生きる中で連続して起こっていくことだと思うんですよね。本当にお前はお前の人生を生きてるのかっていうことをずっと問いかけられてるような感じがして、実は劇場版のその死者の時に涙していたってのはそこだったんですよね。だからあらゆるシーンに本当はどうしたい、本当はどうするべきかっていうことがずっと詰まり続けていて、画面からずっとメッセージが届いてる感覚があるような、それがあの漫画本誌からもそうですし、普段のシリーズのアニメからもそうですし、やっぱりテーマとして一番感じるのはお前は生きているかと、そういう部分をすごく感じる作品だなと思うので、僕は一言で言うなら生きる、この言葉をしたいなと、生きる、はい、思います。